も月勇き9月15日から1944年2月6日は、大日本帝国海軍の軍人、最終階級は、海軍隊員、総連9機、空中戦における、ひねり込み戦法の開発者として知られる、クエゼリンの戦いで戦死、旧姓、伊藤、佐賀県出身、大正14年、海軍に入る、翌大正15年11月、 第9期操縦練習生卒業。大村海軍航空隊を経て、空母、包章、加賀に乗船。再び、大村海軍航空隊に復帰し、昭和7年11月から、横須賀海軍航空隊。一空想であった1934年頃、ひねり込み戦法を開発したとされる。これが当時分隊長の源田実のの目に留まる。岡村元春隊員。 マセヘイ一郎空総長らが賛同者となった一方で翌年10月に文体長兼教官に着任した柴田武雄大尉が同年頃考案したロール戦法とは対立した藤田伊予はひねり込み戦法は悲劇であり滅多に他人には教えなかったと回想する田中国義は大村空時代空戦訓練でひねり込みを披露していた半田渡りに 伝授を求めたが若年を理由に断られ、後別の舞台で再会した時に再度教えおこうたが、田中平装に教えることはないよ。私が実践について教わらなければならないと、結局教えてもらえなかったという。後に太平洋戦争でも赤松貞明ら多くの登場員が応用し、戦果を上げた。1936年11月、空想庁に昇進し、 再度大村海軍航空隊。日中戦争後、第13航空隊に転属し、第2次上海事変で活躍。1938年1月4日、タグマ・シゲオ隊一式の戦闘機隊、第3小隊長として、観光飛行場爆撃に向かう立航隊23機の護衛任務に従事。カーチス・ホーク3、カーチス・ホーク2と交戦し、各一機を撃墜した。 大陸での戦火は戦闘機9機を撃墜。同月、本国に帰還。以降は第一戦を退き、各地の航空隊で共感を務める。16年10月、飛行特務上位に昇進。18年3月、281空の分隊長となり立千島に進出。同時に中位に昇進。12月、ルオット基地に進出。十九日、来襲した。 B-246 機を迎撃して1機を撃墜、1機に黒煙を吐かせた。翌1944年1月30日以降の戦闘で日本軍航空隊側はほとんど航空機を喪失し、3日までにルフット島全域を制圧された。この攻撃の中で戦死したものと思われるが、具体的な日付は不明。2月6日、玉砕と認定され、 同時に大意に昇進。撃墜数は公認10機で、内中国戦線9機、太平洋戦線1機。ありがとうございます。